はい、本日もね、潰れたパチンコ店の現地調査やっていきたいんですけども、今回の建物はね、閉店してからもう結構な年数が経ってる感じの潰れたパチンコ店の跡地なんですけども、建物の方がね、まだありますんで、まあ今のうちに撮影しておこうかなと思いまして、撮影していきたいと思います。で、現在ね、北海道の滝川市にいるんですけども、滝川市の西町っていうところになるのかな、滝川市の西町ですね。このね、建物が元パチンコ店なんですけど、現在は場外馬券売り場みたいな感じのね、愛馬滝川っていう形で運営されてる、まあ運用されてるっていう感じなんですけども、ここがパチンコ店だった時はライジング滝川店というパチンコ店が入居しておりました。で、ここはね、ライジングの前も違うパチンコ店が入っていて、その時はサンルート滝川店というパチンコ店だったんですけど、まあサンルートがね、閉店した後にライジングが居抜きで入ったパチンコ店という感じだったんですけど、まあライジングの方もね、3年ぐらいの営業でここからまあ撤退したっていう感じなんですよね。確か閉店したのが2003年とかそのぐらいなんですけど、まあその後に、まあ、すぐにこの愛馬になったかどうかちょっとわからないんですけども、まあ、現在はね、その馬券売り場の愛馬としてこう活用されてるっていう感じになってますね。でもパッと見た感じ、いかにもパチンコ店風な作りというか、多分ね、サンルートはね、結構前にオープンしてると思うんで、建物自体はね、30年近く多分経ってるんじゃないかなっていう気はしますね。で、私はね、ここサンルートの時代は来たことないんですけども、ライジングの時にね、何回か、まあ、来たことあったんですけど、ここはね、集客的にはかなり苦戦していた、まあ、イメージがありますね。ライジングの時に来た時でも、まあ、あんまり人が入ってるような感じはなかったんですけどね。で、この滝川のね、この辺りは、まあ、駅からは結構近いところなんですけども、まあ、市街地の外れと言ってもいいところになるんですかね。新十津川とかにこう向かっていくところの途中にあるっていう感じのところなんですけども、まあ場所があんまり良くなかったといえば、まあそれまでだと思うんですけどね。まあこうして見るとね、建物も結構大きな感じですよね。多分台数もこのサイズだと400台多分前後はあったんじゃないかなっていう感じするんですけどね。で、建物の裏側はね、駐車場があるんですけど、まあ、現在はね、この愛馬の駐車場として利用されてるっていう感じなんですけど、まあ、馬券売り場なんでね、多分週末はそれなりにこう人で賑わう場所になるのかなっていう感じはしますね。まあ、建物の裏側はね、こんな感じなんですけど、なんか昔のね、ボーリング場とかのね、作りに似てますよね、建物の裏側は。まあパチンコ店だったんで、多分島とかはね、全部取り外したりして、まあ一回中をきれいにしてから、多分この愛馬として利用されてる感じだと思うんですけどね。まあライジングといえばね、かつては北海道ではダスジャンとかジャマールとかのね、屋号でパチンコ店を運営してた企業で、まあ東北とかね、北海道を主に出店エリアにしてる企業で、まあ、それなりの店舗数をね、持ってる法人なんですけど、ここ最近ね、十勝方面のライジングがちょっと閉店ラッシュが続いていて、で、以前目黒のね、ライジングの現地調査やったと思うんですけど、9月だったかな、音更にあるね、ライジングも、まあ、閉店したっていう感じなんですよね。まあちょうどオープンしてからね、20年近くこう経ってるお店をね、閉店してってるって感じなんで、まあおそらくね、その借地のね、なんていうんですかね、契約期限の関係とか、そういうので閉店してるんだろうと思いますけども、まあ、やっぱりこのまま営業を、ね、継続していっても、その売上的にこれから伸びしろがないとか、そういう感じの判断で、まあ、閉店してってる感じだと思うんですよね。まあ、ここのねライジングに関してはオープンしてから3年ほどで、ね、閉店してるんで、もう集客が苦戦してて閉店した感じだと思うんですけどね。まあ、サンルートの時代にね、ぜひ一度ぐらいこう来たかったなっていう感じなんですけどね。サンルートって札幌市内にもね、一時結構店舗数あって、札幌市内のサンルートはね、よくこう行ってたんでね、まあ、個人的に好きなこう機種が置いてあったんで、出る出ないに関係なくこう行ってたっていう感じだったんですけども、まあ多分機種構成とかもね、札幌のサンルートと同じだったのかなっていう感じはするんですけどね。ただまあ
その後ライジングになって、ライジングはここは3年ほどで、撤退したっていう感じになってますね。ここのね、ライジングは閉店してから結構経ってるんですけど、今年に入ってね、北海道のパチンコ店がもう30数店舗を閉店してるんですよね。でやっぱり中小のね、法人が厳しい営業されてるのかなっていうところで、こう閉店ラッシュが続いてる感じだと思うんですけども、まあ本当ね、大変だと思うんですけど、なんとか頑張ってね、営業していただきたいなとも思ってるんですけどね。やっぱり今自治体によってはこうパチンコ店がないところっていうのもね、結構出てきてるんで、そういった部分でやっぱりこうパチンコのね、衰退につながっちゃうのかなっていうのもあるんでね、小さなパチンコ店は特に頑張ってね、営業を続けてもらいたいなとも思うんですけど、まあ本当個人的な意見なんですけどね、そういうふうに思ってますね。このね、建物はね、現在この相葉滝川が入居してるんで、しばらく取り壊されるとかね、多分そういう心配はないと思うんでね、多分今後しばらくは残っていただけるのかなっていう感じはするんで、ただパチンコ店としてのね、建物だったんで、今回撮影してったっていう感じですね。そんな感じで本日はね、北海道の滝川市の西町にあった潰れたパチンコ店のライジング滝川店の跡地の現地調査の動画でした。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。潰れたパチンコ店のね、情報などありましたら、コメントの方や、あとツイッターの方にね、ぜひコメントいただければ、今後の動画作りの参考にさせていただきますので、よろしくお願いします。それではさようなら。